こんにちは。金子よしともです。それでは今日もニュースをお届けしていきます。本日は、久しぶりに日本維新の会の批判ネタということでお届けをしていきます、えー。とんでも正当に騙されるな。日本維新の会、嘘と違法と不正行為というテーマです。 このチャンネルは、一時期ですね、日本維新の会の批判コンテンツを連日のようにお届けをしていった時期があります。でそこから岸田政権への批判にいつの間にかですね、なっていきまして、この維新の会については、ですねほとんど預かなくなってしまったんですが、やはりこの政党はとんでも政党であるというふうに思いますすね最近のニュースでで言いますとこちらですね。 このうがい薬がコロナに効くというふうにですね独断で突っ走ってですね吉村知事がですね大阪がこれを発見したんだというようなですね非常にこの高らかに宣言をしたですねその件がありましたがこの件がですねどうやらですねこのうがい薬、さほどの効果が証明できなかったというですねそういうオチになりましたという記事になってますね。 で、一応ですね、これ20年、2 0二十年の11月から21年の3月ということで、まあ、4ヶ月間ですね、この軽症、無症状の陽性者、陽性者430人に追っかけ調査をしていったと。で、一つのグループには1日4回うがい薬をつく使ってもらったグループ。そしてもう一つのグループは、ただの水でうがいをするグループに分けてやりましたということなんですが、その結果、 5日目に陰性となった人の割合は、うがい薬が34.5%、水うがいが21.4%だったということで、まあ、若干、ですねうがい薬の方があ、まあ、多かったということになるんですが、これ別にですねこの,この特定のうがい薬を使わなくても、他のですね、まあ、ものであったとしても、同じ効果が得られたのではないかというような、ですねそういうような。 まあ、記事になっております。えー、ということで、えーまあ、見切り発車的にですね、えー、これが効くんだというようなことを言って、えー、いたんですが、まあ、その後ですね、えー、実は、えー、この殺到した、買う人がです、ね、殺到したということがありましたが、えー、予防効果があるとは言っていないと、ですね即座にですね火消しに追われたというようなこともあって、ですね、えーまあ、このようなことがあ,、まあ、ありましたが、 これだけではなくてですね、60億円かけて大規模医療センターを作ったけれども、利用者は303人だけで閉鎖してしまったというですね、これもとんでもな件です、ね、がありましたよねで。このように大規模なですね、これはもうフロアでいうと2フロアぐらいをですね貸し切りって、このように野、まあ、戦,戦病院のようなものを作ったんですが、 何しろです、ね、エアコンが効いて、効かない部屋だということで、ものすごく寒かったらしいですね。うん、なので、ここに来てもすぐにもう帰りたくなってしまうということで、ほとんど利用者がいなかったそうなんですよね。まあ、ということなので、これ、何十億円もですね無駄にしてしまったんですよね。これも大阪の 維新の見切り発車だったということで、えー、まあパフォーマンス的にですねこういうの頑張ってやってるんだっていうことにな,、まあ、なったんですが、実際の効果はほとんどなかったんですよね。でさらにですね維新といえば、この IR をですね、えー、まあ反対がこのような住民投票を,です、ね、を求める。 署名ですよね。住民投票を求める署名が19万を超えていたわけですねで。住民投票をやってくれと、そういう署名が集まったにもかかわらずですね、えー、この大阪の府議会はあこのこう、維新の会と公明党などが結託しまして、えー、この住民投票は行わないということをですね、えー、決めたわけなんですよね。 えーまあ、この2つの政党で、この府議会はまあ過半数超えますので、えーまあ、このあたりはですね、もう IR はやるんだと。反対が、えー、どんだけあってもですね、うんえー、20万近い人が住民投票してくれとこういうふうに言ったとしてもですね、その声は無視する。えー、というのが、これがですね、大阪の府議会の状態だということなんですよ。もう非常にこれ独裁的な状態になっちゃってますよね。 はい。ですから、この維新のやりたい放題でになってしまっているのが、この大阪府議会でありですね、大阪市であるということなんですよね。そしてですね、非常にこの国防上、安全保障上、大問題になったのが、武漢とですね、大阪公安がパートナーシップを結んだという件なんですけれども、この件について、吉村知事がですね、 国防,の国防上問題がないというふうにです、ね、言い切ってしまいました、国防上問題がないとなぜ言い切れるんでしょうかね、その中国がどのようなです、ね、目的を持って結んだのかということを、詳しくです、ね、徹底的に調べた上で判断すべきなんですが、あまあ記者会見で,です、ね、ノリでしょうか、あ問題ないんじゃないですかというようなノリだったわけですよね。 しかし、このパートナーシップが結ばれたその日、同じ会場で,ですねもう一つ別の調印式が行われていまして、こちらなんですよ、中国・湖北、日本、関西の一帯一路提携プロジェクトという、もう一つ別の一帯一路プロジェクトの調印式というのが、同じ会場で,すねで行われているんですよ。これとと無関係だと いいう,うにでですすねね、えー、思えないわけですよ、ね、でこのようにもう一つのですねこの調印ですねこれ武漢,公安武漢と大阪公安のパートナーシップじゃない方のですね、えー、調印式なんですがここに1対1路って書いてありますよね。えー、このようにですね同じ会場では別このすぐ後にですね1対1路の調印を結んでいるのにもかかわらず武漢と大阪公安のパートナーシップは関係ないですよっていうふうにですね えー、このお,おじさんが言ってるわけなんですよね。とんでもないでしょうと。国防上問題がないとなんで言えるんですかと、えー。これ覚え書き見たんですけれども、この中で武漢と大阪公安の人的交流をするというふうに書いてありましたよ。人的交流をするってどういうことですか。えー、この中国共産党のお工作員が <laughs>、えー、そのおまあ、この武漢公安のですね職員になりくすまして 大阪ですねの安全保障,保障上、非常に重要なところにです、ね、入り込んでくる可能性があるということですよね、そこでパチャでですねことカメラで、えー、いろんなその写真を撮って、そして共産党に報告をするということが可能であるスキームであるということなんですが、それでもです、ね、国防上、問題がないというふうに言ってるわけなんですよね、どういう神経してるんでしょうかね、この人はね。うんまあ、このの地方の自治体には 国と国での外交を決める権限などはない。ですので、一対一路とは関係ないんだとかっていうロジックなんですけれども、もう本当に愚かとしか言いようがないですね。この勝手にですね、えー、人的交流を可能とするようなパートナーシップを結んでしまいましたよと。しかも同日にですね、このように一対一路の調印結んでいるんですよということですよね。そしてもう一つですね、最近のニュースなんですが、 日本維新の会のですね、衆議院議員の元公設秘書で、その後ですね、現役の松戸市議ですね、になった柿沼市、柿沼光俊氏が、市の青少年相談員の立場で管理していた市民約60人分の個人情報を流出させてしまって、その個人情報が去年の参院選で、 日本維新の会のですね、えーまあ、その候補、候補者の選挙活動に使われてしまったということが分かったんですね。ちょっと複雑なんですが、うん、昨年の時点で柿沼氏は、この公設秘書ですね、この維新の会の参議院の議員の公設秘書を務めていた。その時に自分自身が地元のですね、青少年相談員としての立場で持っていた 60人のですね、個人情報を参院選の時にですね、使ってしまったということなんですね。これ流出じゃないんですよ。流出じゃないですね。自分のこの応援をするところをですね、名簿の情報に加えてしまって、そしてそれをですね、元にこの維新の会のですね、自分がまあ秘書をやっている議員ですね、の応援に使っていたというんですよ。ね、<laughs> 名簿が流出したのは事実だと。 おその迷惑をかけましたすいません、すいませんで済むんですかっていう話なんですよね、この個人情報をこのようにですね政治利用をした選挙に使ってしまった人が、今現在、です、ね、松戸市の現役の市議会議員をやっているということで、ですね何のお咎めもなし、ただ謝っただけで済ませてしまったということなんですよね。えこれっててですね、えー、流出したんじゃなくて 悪用したんじゃないですか無断で勝手に60人の名簿を勝手にですね、使ったんじゃないですかっていうふうに思いますけれどもね。で、えー、これはですね、この名簿を管理していた人間が間違って、えー、ですね、送あの使ってしまったんだというふうに言っているんですよね。うんなんか自分がやってないんだと。この管理を任せていた。 あ人間のミスだと。データ管理を任せていったあ人間のミスだっていう子に、えー、罪をなすりつけているわけですよね。いやいや、あなたがあ、ね、指示を出したんだったら、あなたの指示責任があるんでしょって。で、流出っていうことを言葉は使わないでくださいって悪用でしょもうそれ、故、え、意、ー、に使ってるでしょ <laughs> こういうふうなことをですね、ちょこちょこやるんですよね。 うん、とんでもないですね、これをね、正当化するなんて。しかも、おとがめなしですからね。えー、今このように、個人情報をですね、大切にしないような、悪用するような人間が今現在のですね、市議会議員なんですよ。おまあ、大変、えー、その、まあ、政治家としては失格でしょうね。そしてですね、吉村知事、2期目の再選を目指して、来年の知事選に出馬を表明をしております。もう自信満々ですね。 えー、もう当然、私があ、この大人気の私が2期目を務めるんですよと、こういうふうにです、ね、鼻息荒くこう宣言をしてるんですが、ちょっと待ってくださいと、ここでですね、吉村知事が気になることを言ってるんですよ、えー、この知事選におけるです、ね、公約、3つの公約を言ってるんですが、まず1つ目がですね、ここですね、高校授業料の完全無償化っていうのが来るんですよ。ねえーまあ、これをみ 公約のですね柱にすると言っているんですよね。えー、でもこれちょっとおかしくないですか。もう大阪は高校の授業料の完全無償化を実現したっていうふうにですね選挙ではあ堂々と言っていませんでしたか。えこちら個人事業主さんのツイートなんですけれども、おこれ松井市長ですね。えー、もうこのように私立の私立高校の完全無償化は現在全国で 大阪府だけですというふうにですね、ね、えー、今年の3月に言っていますよね、これ、まあ、至る所で言っていますね、えー、応援演説ですね、えー、この維新の会の、まあ、参議院のです、ね、応援演説で、松井市長はあ毎回このフレーズを言うわけですよ、私たちだけなんだと、大阪府だけなんだ、関税務省は。あなんか実現したということを言っていたわけなんですよね。 な,な、なぜそ、なぜですね、実現しているものを公約に掲げるんですかっていうことなんですよね。ちょっとおかしいじゃないですか。ね、これ公約に掲げ,掲げる必要ないですよね。もうすでに実現しているんだとすれば。ですね。えー、じゃあここで改めて公約にしてるということは実現実はしていませんでしたっていうことなんじゃないですかと。あ、だったらこちらのね、えー、松井市長が言っている発言、これ嘘だったということになるんですかえー、吉村知事自身もですね、 このように私立高校無償で行けるんです。私学の無償化っていうのを一番最初にやって完璧な無償化を今やっています。今、私立高校無償で完全無償で行けるようになっています。高校私立高校の無償化という完全無償化というのを現実現させています。私立高校無償で行けるようになったんです。私学の無償化っていうのをやりました。これは完璧にやってるんですっていうことをですね、おととし、ね、の衆院選ですね、この時に言っていると。 えー、いうことなんですよね。おかしいじゃないですか、これ。嘘だったんですかとおいうふうに思いますよねえ。なぜ実現しているものを公約に掲げるんでしょうか。ですね。で、これですね、松井市長とか吉村市長だけではなくて、えーまあ、これ、個人事業主さんのところから拝借していますが、えー、この馬場共同代表ですね、えー。馬場共同代表もこのようにですね、無償化やってるのは大阪だけだっていうのをですね、毎回毎回言ってるんですよ。 これ、全部嘘だったって話じゃないですか。まあ実際嘘なんですけれどもね。実際完全に無償化されてないんですよ。あもう海老沢由きにしてもですね、この完全に無償化したとかっていうふうに、えー、高らかに東京でですね、嘘を言ってましたよ。えー、これは罪にならないんですかねこれう、やってないことをやってるっていうのはですね、えー、こうやってないことをやった、実現したかのようにですね、不意調して、えー、手柄にしてですね、このように、まあ堂々とですね、えー、まあ 維新の会の,この手柄としてですね言っている、これっていうのは罪にならないんですかね、こう嘘は言っていいんでしょうかね。ということで、このような嘘つき政党がですね維新の会なんですよね、とんでも政党ですよね、中国とのですね公安パートナーシップは問題がないと言い切る、人事交流を認めている覚書を交わしておきながら問題ないというふうに嘘つくですね。 正当とんでも正当でもすようがい薬は効果がある、60億円もかけてですね大規模医療センター作ったのにもかかわらず300人しか収容しないで閉鎖ということでゃったりそれからですね20万人弱の人が住民投票のです、ね、を希望して署名を書いたものをです、ね、その意思をです、ね、真っ向から無視して、まあ、住民投票はしないというふうにです、ね、議会で独断で決めてしまった。 え、維新の会。え、これがですね、国政政党として、え、もしですね、広がっていったら、大変なことになるわけなんですよね。彼らは保守とか言ってますけれども、保守でも何でもないですから、ただのですね、自由主義者ですよ。新自由主義政党ですから。掲げるのは規制緩和ですね、え、構造改革ですね、ベーシックインカムですね、え、年金廃止ですよ。そういう政党ですからね、自己責任、弱肉強食ですね、 えー、それから、同州制とかって言ってですね、地方ですと、おその、強い地方、えー、弱い地方を完全にですね、えーす、振り分け、すり分ける、積み分けるね、ね、えー、そういうですね、非常に弱肉強食政策をですね、掲げている政党ですから。こんなのが保守でも何でもないということです。えー、そしてですね、今日最後なんですが、これ私今ちょっとリサーチ中のものなんですが、乙北俊、うん、ですね、議員があいますけれども、えー、その、 政調会長ですね。えー、の音北俊会長あ、政調会長ですね。えー、が、2020年のですね、これ、まあ、文通費、政治、政務活動費のですね、この宣伝事業費に何を、えー、いくら使ったのかっていうものなんですね。で、ここにですね、YouTube 運営関連費用っていうのがあります。で、これですね、毎月11万円ほどですね、ある業者に毎月のようにですね、 えー、支払ってます、えー、毎月毎月払っていてですね、えー、100万円以上ですねこの業者に1年間で、えー、1年間ですね払,払い続けてるんですねで、えー、ここちょっと社名隠してますけれどもおですね、えー、このですね業者調べていきますと、えー、実はですね他の川崎市のですね川崎市のですね えー、市議会議員2名ともですね、このように、えー、まあ、あ、その、マーケティング事業を受け負っているんですけれども、えー、そのですね、まあ、受け負っている事業が何とも怪しいということがわですね。えー、まあ、 調べていくと分かりました。で、この問題にですね、追求している市民団体の方がいらっしゃってですね、えー、私にいろんな情報提供を今してくださっています。で、これどうやらなんですが、まだこれちょっとですね、えー、エビデンス、得られていない状況なので、あれなんですが、可能性として、可能性として、この文通費ですね、政務活動費というのは、ああ、まあ、あの、余ったらですね、変換しなければいけないんですよね。変換しなければならない。であれば、 あそのお金をですね、えー、私の会社にですね、えー、架空でいいんで、えー、発注してくださいと私たち。私は領収書発行しますよと。おですねそうするとそす、ねえー、その分、ね返還する必要がなくなりますよと。返還してしまうぐらいだったら私のところに発注してもらったらいいんじゃないですかというようなですね、そういうスキームのおー、まあ、ビジネスですね、えー。それが行われているんではないかと。 いうことなんですよ。これね、知ってる方は知ってますよ。で、この方、えー、ですね、この業者の、おー、まあ、代表の人ですね、え、この代表のですね、住所、えー、調べますとですね、領収書とですね、ビル名が違ったりするんですよ。お領収書では、領収書で書かれているビル名と、これを実際のこの住所の調べた、出て、出てくるですね、ビル名が違うんですね。で、これですね、実際のビル名の2階、 にはバーチャルオフィスがあるんですよ。ですから、このバーチャルオフィスに登録をしている事業会社である可能性が高くてですね、なのでビル名を変えているんじゃないかということなんですが、そのビル名を偽った領収書を音喜多俊議員、参議院議員ですね、発行しているんですよ。で、それからですね、 石井光子議員ですね。日本維新の会の石井光子議員にもですね、この業者、取引関係がありますよ。で、この二人のですね、国会議員の先生とこの取引関係にあるこのですね、事業者の代表は、もともとですね、神戸市議会議員の人間だったんですよ。神戸市議会議員の人間なんですよね。で、会社もですね、会社名がコロコロ変わっていたりとか、 会社の電話番号、代表番号がですね、5回も変わっていたりとか、そのようなですね、非常に怪しげなですね、ことをやっていて、どうやらですね、このように、えー、せっかくの文通費余ってったら私のところに発注してもらえませんか領収書出しますからみたいな、そういう手口で、えー、様々なですね、この国会議員であるとか、川崎市の市議会議員であるとか、情報では北区の市議会議員とかですね、そのようなところとですね、このように文通費、 を,を、まあ、架空請求するっていうんでしょうかね。えー、不正請求するっていうんでしょうかね。えー、そして領収書を、偽領収書を発行するというようなことでですね、えー、うわ、ウィンウィンビジネスですよね、というようなことをやってるという情報が入ってきてます。え、これまだですね、私自身が、えー、この、まあ、エビデンスをまだ見つけきれてないので、ですね。 このように、まあ、会社名と代表名は伏せております。で、これですね、実はこの方、調べていきますと、さらに調べていきますとですね、現在ですね、この、元々の市議会議員で、の時のですね、本名ですね、本名フルネームを今変更してですね、ペンネームで活動されていらっしゃるんですよ。 で、ペンネームで活動されていてですね、今、コンサルタントとして、えー、様々なですね、保守系の、まあ、言論の活動に、えーまあ、従事してですね、えー、この精力的に活動されていらっしゃるということでですね、えーまあ、これはネットでもですね、知る人と知るという感じになっています。これもしですね、これが実態が本当にこんなことをやっているということがですね、これが黒だと。 え、いうことになってしまうとですね、その方の言論活動はちょっと厳しくなるんじゃないでしょうかね。はい。で、これ、確固たる証拠が出ていないので、まあ、ちょっとこの辺にさせていただければと思います。でこの件ですね、えー、まあ、ちょっと引き続き、その市民団体の方と情報交換しながらですね、進めていきたいと思います。 で、このようにですね、文通費なんとかしろとかっていうふうにですね、言っている政党の議員がですね、自分のの文通費に関してはこのようなスキームでですね、えー、まあ,あ、ね、変換しないで済む方法を業者とですね、えーまあこの、結託してやっているというようなことであればですね、これはクリーンじゃないんじゃないですかこれもですね、不正であり嘘つきじゃないですかと。 しかも政調会長がもしそんなことやっていたらですね、えー、もろ、それはもう、責任とってですね、えー、辞職ですよ。辞職レベルの、鋼鉄レベルの話ですよね。はい。で、こういう国会議員がですね、現在、えー、もう、 具体的な名前として、2名ですね。もう上がってきて、領収書の証拠などもネットで拡散されています。はい。ということなんですね。維新の会っていうのはですね、やっぱりですね、こういうですね、不祥事が非常に多いですね。不祥事のパレ、あの、あのデパートだというふうにも言われているんですよ。こんな政党の議員をですね、増やしていいんですかっていう話ですよね。いいんですかって話ですよ。 おうまあ、やっぱりこの安倍・菅政権が終わって、ですねその蜜月が終わって、岸田政権にです、ねえー、とはです、ね、全然こう、まああのー、組みようがなくなって、えーそえー、すげなく、ですねそ,のそっけなくされてしまっているんで、ですね維新、えー、の会、ピンチって感じですね、維新の会、ピンチ、支持率も下がってる、ピンチって感じですね一、一時の勢いなくなってしまって、ピンチっていう感じになってるわけですよね。うん まあということなんで、えー、もう維新の、まあ、このおです、ね、実態っていうのは、もうよりよ、一人でも多くの人にですね、知っていただかなければいけないなというふうに思いますね。はい。ということで、えー、まあ今日はですね、この辺りにしたいと思います。で、私のチャンネルのですね、えー、このお動画が、まあちょっと YouTube に嫌われてしまっているようでしてですね、えー、もう一時期のですね、えー、3分の1とか2分の1しかもう再生されなくなってしまいました。 はい、えー。どうやら嫌われてしまったようです。で、これ復活させるにはですね、皆さんのですね、その、まあ、ポチッというですね、グッドボタン、もし、えー、もしですね、心ある方はですね、ポチッと押していただけると、 ちょっとですね、それで上向いたりするようなんですよね。ですから、まあ今日の動画見てですね、あ、ためになったなと。金子さん応援したいと。えー、えー、YouTube に嫌われてるんだったらちょっと応援してあげたいって思った方はグッドボタンポチッと <laughs> 押していただけるとで,ですね、えー、ちょっとググッとう再生数が上がるかもしれないですね。はい。ということなんで、ぜひぜひ、えー、そのあたりもおおですね、協力いただけると嬉しいです。ということでですね、本日は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。